ニュージーンズはメンバーのハニがベトナムとオーストラリアの二重国籍であることから、アジアの重要な市場であるベトナムで複雑な反応を受けています。ハニの家族はベトナム戦争後にベトナムを離れた。ボートピープルというレッテルを貼られ、そのイメージを払拭できず、地元のファンから冷ややかな目で見られています。昨年のニュージーンズのデビュー以来、ハニはベトナムのネットユーザーから強い批判にさらされてきました。ツイッターで彼女を批判し、ニュージーンズを脱退してベトナム国籍を返上すべきだと主張する人もいました。この批判はハニの家族がベトナム出身で、現在オーストラリアに住んでいることから来ています。2004年にメルボルンで生まれたハニはベトナムとオーストラリアの国籍を持っています。両親は共にベトナム出身で、ハノイとホーチミン市の出身であることが知られています。祖父母を含む家族全員がオーストラリア在住です。ハニはオーストラリアで育ち、K-POP アーティストを見ながら歌手になる夢を抱きました。ベトナム語、英語、韓国語が堪能です。ネットユーザーはハニの家族がボートピープルのように祖国を離れて、ベトナムからオーストラリアに渡ったのではないかという疑惑を抱いています。この感情がハニに対する非難の火種となっています。ボートピープルとは、1970年代後半から1990年代にかけてのベトナム戦争終結後、南ベトナムまたは現在のベトナム社会主義共和国から逃亡または追放された反共活動家を含む人々のことです。その多くは英国、タイ、マレーシア、シンガポール、米国、オーストラリアなどに避難または移住しました。ベトナムのネットユーザーはハニとその家族の居住地と国籍に疑いを持ち、祖国を離れたボートピープルのようだと指摘しています。オーストラリアにいるハニの家族がベトナム社会主義共和国政府に反対する組織に属していることを示す多くの証拠が見つかっています。ハニの家族がこの組織に積極的に参加していることを示す画像も出回っています。この組織に関連するハニの過去の写真も発見されました。このハニへの反発は現在も続いているようです。ベトナム最大の K-POP コミュニティの一つである K-CLASH のページではニュージーンズに関連する投稿が相変わらずバカにされています。ハニはベトナムで嫌われているわけではありません。ベトナムのネットユーザーからは彼女を支持する投稿も見られますし、彼女を標的にした根拠のない批判に対する一般市民の反発も大きいです。しかしベトナムの社会的な雰囲気から、ハニを公然と応援することは難しい状況なのです。現地のファンの中にはニュージーンズを応援する人もいるかもしれませんが、公然と支持することはためらわれるようです。政府やメディアが厳しい検閲を行っていないという証拠もありません。ベトナムのある K-POP 関係者はニュージーンズとハニには現地で支持する人もいるが、状況は複雑だと述べています。彼らの人気は非常に高いのですが、アンチファンも存在します。現在ニュージーンズが政府からの支持を得るのは難しいようです。